dreaming true. Wishing isn't something only children do. Suddenly, there's a star that's glowing brighter anywhere you are. And once upon a time, you made your own song. No matter how it's written or any way it's said, you'll never sing it wrong. And once upon a time, a dream you had came true. No matter where you land, you'll always understand. Once upon a time, it's up to チップ、もう寝る時間よ。食器棚に置いてき。もうちょっとだけ。ママお願い。そうだ、何かお話を聞かせて。まあ、チップ。Someday my prince will come. Someday we'll meet again. And the bird will sing. We'll embarrass him. Someday when my dreams come true. Let every creature go for rock and sing. Let's hear you in the bird and on the wind. It's gonna be the same as funny as me. Oh, I just can't wait to be clear. Oh, I just can't wait to be here. Everybody say, is my love, why in love? No matter he or Hana, welcome cause it's a common mind. I don't hide common mind. Oh, when you're done, you're feeling old. You got the body by your side. You can be knowing and you want to only find the rest, no need to hide. Just stay back, you feel I need. You can make it all come true. For that always hope inside and hope you see us through. I know. Some answers, hearts of fire and
お願いします。はい、1曲目ディズニーメドレーお聴きいただきました。はい、皆さんの知ってる曲や好きな曲も多かったのではないかと思います。私たちはこのようなディズニーの曲を歌っているバンドです。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ディズニーバンドというわけでディズニー好きのメンバーが集まっているわけですが、はい、ここでじゃあせっかくなのでメンバーの方から皆さんにディズニーにまつわる豆知識を、ね、お教えしたいなと思うんですけど、はい、誰か我こそはという方誰くないですかね。誰はい、じゃあそこの江藤くん、はい、どうぞ。そこの江藤くんですね。僕ですね、千葉県に住んでまして、はい、ディズニーランドまで電車で20分という、近い、近いですよね。すごい、羨ましいね。一つ星に通ってるとは思えないレベルの本当に、はい、でですね、皆さんホーンデッドマンションってご存知ですか？あれの表示板って特に注意して見ることないじゃないですか。待ち時間ですね。待ってるだけですね。で、あそこに、まあ、一つ僕その20分っていう短さを使って、うん、まあ、買いを詰めたわけなんですけど、ディズニーランドに。一つ、おっと、Windows が切れてしまいまして、あれ、表示板に9であったりとか、13であったりとか、そういう不吉な数字が使われてることがあるんです。すごい。知らないんですけど、マニアックなネタをこういう細部にこだわるディズニーみたいなところをちょっと紹介できたなと思って。さすがだよね、そこはね。今回させていただきました。僕からは以上です。ありがとうございます。あ、私もあるんですけど、いいですか？はい、私知識というよりちょっと疑問があって、ミッキーの指ってよく見ると4本じゃないですか。そうだね。何で4本なんだろうと思って調べてみたら、もともと5本だったらしいんですね。だけど事件と一緒に、はい、だけどちょっと当時のアニメーション技術があんま発達してなくて、5本でわーって書いて増えると6本に見えちゃうみたいな。でしょ、その気味悪いので、気持ち悪いですね。で、ちょっともうちょっと減らそうみたいな。なんで3本じゃないのって言うと、3本でこの指とまれって言ったらちょっと違う指がね、見ちゃいますよね。ちょっとその幹見たくないってことで4本にしたらしいです。あ、そうなんだ、はい、なるほどね。はい、じゃあここでちょっとね、不吉だったっていうのが、ね、皆さんに、ね、ご紹介したところで、次の曲の紹介に移りたいと思います。はい、次の曲はですね、先ほどのアニメの曲とは違ってディズニーのテーマパーク内で行われているショーの曲をお届けしようと思います。はい、ディズニーシーのメディテレニアハーバーという、ね、海が真ん中にあるんですけれども、はい、そこで行われていたレジェンド・オブ・ミシカというショーから1曲、フィール・ザ・ラブという曲をお届けいたします。なんとですね、この曲がウォンテッド最後の曲となっております。残り惜しい、残り惜しい、このライブを通して皆さんお気に入りのバンドとか見つけていただいて、より TFC に興味を持っていて入っていただけたらなと思います。はい、はいはい、それでは最後の曲いきましょう。いきましょう。はい、では聴いてください。 Feel the Love。Join the rhythm, let it fill your heart, calling us to make a start.